それでは戦いに本日のセミファイナルマッチ第13試合スーパーファイトバンタム級3分3ラウンドの延長1ラウンドを行います。青コーナー165センチ54.8キログラム伊原道場所属 WKBA 世界スーパーバンタム級王者反逆のチェインソールエマタエバタルイ赤コーナー164センチ54.85キログラム山口町所属第7代ライズパンタ級王者モンドーヨーのバカゲキボーイ鈴木での連続出場、地元大阪に帰ってきた鈴木雅彦。さあセミファイナルを迎えました第13試合スーパーファイトです。バンタム級3分3ラウンドで行われます。そしてこの放送席にはリング上の2人と、まあ、同じ階級になります那須川天心選手、さらには志郎選手のダブル解説、ゲストには福井セリナさんをお迎えしてお送りしてまいります。改めてお三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ那須川さん、はい、勝っているこの鈴木雅彦、再戦を受ける側の気持ちっていうのはどんなもんですか？まあ、そうですね、本当、まあ、鈴木選手には正直ねメリットはないとは思うんですけども、はい、まあ本当こう江本選手を挑戦を受けるというか、はい、その心意気にあっぱれですよね。なるほど、まあ、そういうメリットのない戦いっていうのはね那須川さんも随分されてきたと思うんですけども、はい、さあそして追いかける、江畑瑠衣の心境というのは志郎さんどう想像されますか？まあ、そうですね、まあ、負けてるんで、まあ、1年間でどれぐらい進化したかっていうのが、まあ、まあ見せてくれると思うんですけど、はい、まあ、やっぱりなんかいつもより近いの距離が、これはなんか鈴木選手の距離じゃないかなと思います。早くもその距離というのに注目されています。近い距離です。さあそして福井さん、はい、やっぱりあの1年前の戦いっていうのもね思い起こされるものありますよね。いやそうですよね。ただ今回江畑選手が鈴木選手に合わせて練習を変えてきたっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、なので今回どういう風になるのかなってすごい楽しみにってます。青右あの入場の時から覚悟を決めた表情でした江畑です。やっぱり那須川さん近い距離で行ってますね。そうですね、江畑選手がこういつもよりちょっと近い距離で、はい、鈴木選手からしてみるとちょっとやりやすいのかなとも思いますね。当たってくる。当たったらもう倒れる距離にお互い行きます。バトルギボーと言われる鈴木、強いパンチが持ち上げます。江畑選手ちょっと重心がいつもより前ですね、はい、だからちょっと変わったかなと思って。前になんかさらに低めに構えて重心が低いんで、プレッシャーかけてやろうと思ってるんですけど、はい、距離が近くなっちゃってるんで、これが志郎さん、今のところいい方向にはあまり出てないですか？まあ、この何か狙ってるかもしれないですが、ダウンです。真後ろに倒れた岩田の方が引き抜けてる。これが鈴木の力、追ってくる江畑瑠衣を撃墜しました。那須川さんいかがですか、フィニッシュ。まあ、そうですね、江畑選手の本当こうプレッシャーかけようっていう気持ちが出すぎて、でそこでやっぱ鈴木選手の慣れてる距離での、はい、鈴木選手の得意パターンでやっぱ倒しきったなっていう感じでしたね。そうですね、志郎さん、ご指摘の通りになりましたかね。まあ、なんかまあ、変えようとして、多分ライズルールで、まあ、変えたいかとか思ってたのかもしれないですけど、まあ、それでやっぱりいつもより雑になっちゃって、はい、で近い距離でローキック蹴って、そこで合わされたんで、まあ、スタイルチェンジに、まあ、失敗したんじゃないですけど、まあ、あんまり良くない方向に行ったなって思いますね。なるほど、やはりこのスタイルを変えるっていうのは当然リスクもあります。1ラウンド目からこう前に出すぎたかなっていうのはありましたね。もう少し様子見た方が良かったですか？そうですね、ジャブからジャブどんどんついて、準備距離が分かってこう
ずらすっていう、まあ、でも本当スタイルを変えることに、まあね、挑戦してるね、はい、まあ、なかなかできないことだと思うんで、まあ、本当もっともっとこう次も進化してくれるんじゃないかなとは思います、ね、なるほど、はい、シローさんいかがですか。そうですね、まあ、本当に、まあ、お互いトップなので、まあ、自分も含めて、まあまあ、こうやってまた戦えたらいいなって自分的には思いますね。あ、まあ、鈴木選手とも、ね、対戦経験のある志郎選手です。それでは見事な一覧の KO ということになりました。さあ、参ります。鈴木正彦です。鈴木です。どうも皆さんこんばんは。トライズバンタム級王者の鈴木正彦です。まだこのコロナの中ですけど、大会を大きい大会を開催してくださったライズ様、スポンサー様、本当にありがとうございます。今日結構バンタム級の試合が多かったんですけど、僕の階級のやっぱり鈴木強いなって思ってくれましたか。やっぱりなんすか、もうこの間那須川天心選手に負けて、もうほんまにいろいろ考えたんですけど、やっぱり止まっていても仕方ないと思って、ほんまに前に歩いていくしかないんで、僕たちは皆さんもですけど、これからも僕は最強を目指して頑張るんで応援してください。ライズを引っ張っていきます。それと、ケント裏で聞こえてるかな、頑張れよ、絶対絶対が出よう、ケント。僕もライズを引っ張っていけるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。素晴らしい勝利でした。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。地元大阪のリングで鮮やかなノックアウト勝利でした。鈴木正彦、試合タイムは1ラウンド1分49秒、右ストレートで打ち抜きました。江畑瑠衣を返り討ちした形となりました。リプレイでご覧いただいています。文句なし、バンタム級チャンピオンの強さを見せつけた鈴木正彦でありました。